48なんでしょ。ちゃんと違うよ。私はちゃんとまだ30代後半ですよ。30代後半もギリですよね、はい、30代ギリということで。ラストシンデレラというラストシンデレラ、はい、タイトルになります。ラストシンデレラ、うん、シンデレラ役ですか。うん、自身もやっぱり気が入ってきたのって何篠原さん自身もヒゲとか入ってることありますか。ないですよ。ドラマの中でさん脱ぐ時をでも食べないんですか。食べないですよ。だって食べたら脱がないでしょ。だっていや今回ね言っちゃう脱がないでしょ。いやとても体を張ってます。体を張ってます。えでもうこういうシーンとかもありますし。あんの。ちょっともうそれは勘弁してもらえませんか。いや本当に黙って聞いてすごい体柔らかいんですよ。じゃあちょっと前屈していただきます。違うよ私。違う。こっちだよ。でもね大好きなんですよ中居君は。そういうことでしょ。鶴瓶さんのことが好きで好きで。でも好きな人にいじめる中学生いたじゃないですか。そうだよ。何ですか。私のことも好きなんでしょ。今なんでよ。今左の胸こそ私のこと好きなんでしょって急に振るよ。いやいやもう無理間に合わないよ。おかしい。結構ねみんなねそうやって誤解する人多いんですよ。でもおめえなんか全然嫌なんだよ。おめえの肌がなんか見たかねえんだよとか言ってすっごい傷つくようなこといつも言うんですよ。それでね可愛い子とか言うとね何も喋んなくなっちゃってねこうやってね気取っちゃったりなんかして。それ可愛い子とか誰だ。例えばなんかドラマとかで可愛い女の子とかがちょっとした役でポッて出てくるじゃないですか。そういう子の前だとねいきなりね人が変わっちゃうんですよ。無口になっちゃってね。私の前だとねおめえなんかよ全然なんともなねんだよって鼻くそおじくなんね。なんかそういうような感じでね好きなんじゃないの本当に。そうだったんだ私のこと好きなんだな。